2022年シーズンで現役を引退した元日本代表ディフェンダー駒野雄一。日の丸を背負い多くの国際経験を積んできた駒野は現役時代を振り返り、初めて日本代表に招集され当時味わった洗礼について語った。駒野は初招集されたのは2005年東アジア選手権、国内組で編成されたチームで三浦篤弘が怪我により途中離脱、その穴埋めとして追加招集で日本代表に呼ばれている。駒野は当時の心境をこう語っている。喜ぶ間もなくすぐに準備をして飛行機に飛び乗ったので代表に選ばれた実感は湧かなかった。韓国に着いたらなぜかホテルの部屋が他の選手とは違う棟だったんです。みんなが新刊とすれば僕は別館、みんなはベッドなのに僕は畳です。大会期間中は自分だけ違う棟で寂しく寝ていました。これが初招集の洗礼なのかと思いながら。そして試合に関しては東アジア選手権2試合目の中国戦でデビュー。中国の激しいラフプレーに苦しめられながらも僕自身も負けじと戦えたし、自分の中で満足するプレーもできたと語っており、日本代表デビュー当時の思い出を語った。その後代表に定着した駒野は左右両足の正確なキックを武器に長きにわたって日本代表で活躍している。